まあ、カムカムエヴリバディ今日も僕は見たんですが、モネちゃんも完全に出なくなったんで、まあ、ぼーっとしながら寝ぼけながら見てたんで、あんまりこう頭に入ってこなかったんですが、やっぱり僕が昨日動画に上げて、ね、疑問に思った点、大丈夫かなっていう点が今日上がってるんですよね。これ大丈夫、上白石から深津絵里へカムカムエヴリバディ週半ばで変わった理由っていうのがあって、そこの中で朝ドラのカムカムエヴリバディ第8話は上白石萌音の安子ねから深津ちゃんのルイに移行したと。週の途中でヒロが変わるもなかなか攻めた構成の上、安子とルイのドラマもかなり劇的。まあそうでね、安子からルイへこの衝撃の展開どう作り上げたのか、あ、まあだからこれもインタビューですね。当初安子は第7週の終わりまでと考えていましたが、安子の物語が膨らみました。これは堀之内さんですね。ただ結果的に第 8週の半ばとなっていることで、安子編と類編がつながっている感じが出せてよかったと感じています。例えば第7週の金曜日に安子が終わっていたら、視聴者の方々が土日を辛い思いで過ごさなければいけなかった。安子編の衝撃的な展開の翌日、類の物語が鮮やかに立ち上がったことで、いいヒロインのバトンタッチになったのではないでしょうか。まあまあそういう見方もあるかもしれないけど、あまりの極端すぎるかなっていう感じですかね。同じドラマとはちょっと思えない流れなんですよね。足立もじりさんは、水曜日のルイの初登場をどうやったら印象的に見せることができるか考えました。結果的に当たり前にそこにルイがいるという表現が一番と思いました。安子と別れて十何年、思い出の深い朝日川の川辺に立っているルイの背中の佇まいを大事に撮りました。ルイの振り向きからのキャッチボールのシーンはどうしても岡山のあの川辺で撮りたいと思って、あの場面のためだけにロケをさせてもらっています。あ、そうなの。安子編とルイ編を分けるために主題歌のあの位置に持ってきたのは第2週で、その回の終盤主題歌をかけた経験上を効果的であることを分かっていたんで、あ、まあまあそうですよね、うん、第2週の時ミノルがね戦死した時に1回やってるんですよね。で、自信を持ってましたと。テロップの順番も頭が上白石さんで、最後に深津さんを出すことでバトンタッチに印象付けられたと考えています。ちょっと僕はまだ納得できてないんですよね。足立さんが言うにもね、相当悩んで議論を深めた上で脚本の、ね、藤本さんに書いていただいた脚本だったので、出来上がったものを読んで、これはもうやるしかないという気がしました。安子さん、モネちゃんとね、とにかくやってみましょうと取り組みました。非常に難しい局面でございました。なぜ安子とルイが別れることになったのか、基本的にちょっとした僕端の掛け違いなんですよ。その因果関係を分かりやすくするために第36、37、38回と3話分を1話ずつではなく45分の1本もののように作り考えて、区切りのいいところで3回に分けるようにした。でも僕はなんかね、あれが永遠の別れになる、あんなボタンの掛け違いなんてすぐ直せんじゃないのかなって僕は思ってしまうんですよね。古川凛さんって子役なんですね。その愛兵というのシーンの撮影の時、モネちゃんとかどうでしたかっていうのは、このシーンは古川さんがクランクインしてから早いうちに撮ったものです。あ、そっかそっか、最初に撮ったって言ってましたよね。お二人とも体当たりで寝られ圧倒されながら撮りました。よく子供が親に大嫌いと無邪気に言うのと違うんだなと。愛兵というは直訳すると私は憎むですが、なんだかそういう感じてしまったほど、ルイは理性で英語を使っている。だからこそ安子には衝撃なんです。ずっと一緒にカムカム英語を聞いてきて、英語が二人の絆になっていることも大きいと思います。なるほど、象徴的に使ったんですね。あ、そう、僕がそのあと違和感を感じているところの説明がしてありますね。深津さん演じるルイと村上虹郎さんが演じる磯村のキャッチボールの場面、俳優さんたちの中で年齢差が気になくならないぐらいのムードでしたが、そこはどう思って撮りましたか。いや、僕はね、気になったんですよ。年齢差どう考えても気になりますよ。堀之内さんは、藤本さんが全体設計を書いた時からあった場面で、それからルイ役を深津さんが決まり、イサム役は彼女のおじさんとして向き合う人を探したところ、村上さんはお若いのに不思議なぐらい人間としての大きさを持っている役者さんなんだと思い、スタッフ全員もそう感じてくれなので依頼しましたと。一番冒頭のシーンで正直深津さん村
上さんも二人ともこれ大丈夫ですと心配しましたが、まあ、心配ですよね。大丈夫ですと言い切りました。足立さんがね。実際本当にお二人の技量があってからこそできたと思います。朝ドラある種登場人物の関係性で物語を紡いでいくドラマです。虹郎さんはね、そう20代。長い期間、イサムとして生きてくださり、視聴者の皆さんも彼を見てきてくださったので、成長したるいを受け止めるの村上さんしかいない。また深津さんが代替わりしながら赤ちゃんの頃から育ってきたルイとしてその場で言ってくださったので、イサムとルイちゃんの関係性がちゃんと感じられる場面になっていると思います。で、僕は群れがあるんです。どう考えても。お父さん代わりが虹郎さんですからね。ね、娘、ほぼ娘役です、深津さん。深津さんもアラフィフですからね、48歳で。20代のお父さん役って、どう考えても僕は設定上。しかもね、なんかね、ぼかしてんですよね、ちょっとね。映像が。ふわーっとこう。なんかエフェクトめちゃくちゃかかってたんで。それもちょっと気になったんですよね。村上くんはあのシーンがクランクアップでした。あ、そうなんだ。視聴者に寄り添う方で台本を読んで、これ本当に大丈夫ですかと素直に聞いていましたが、当日は、俺はこれまでずっと見守ってきてたルイのおじさんなんだと最終的に腑に落ちた様子で挑んでくれました。それがすごく良かったなと思いました。まあ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 、虹郎さんも気にしたんでしょうね。あともう一つ僕が昨日動画で言った、ちょっとね、違和感があるシーンですよ。ガラッと変わった大阪ルイ編。というやつね。大阪編の始まりがミュージカル調で、岡山と雰囲気がだいぶ変わりました。ここなんですよ、僕がね。いきなり別のドラマなのって思うぐらい、今までね、暗いドラマがいきなりサウンドオブミュージックみたいな感じになって、え？っていうね、何これっていう感じだったんですけど、それに対して、足立さんは藤本さんの台本のと書きになんとなくミュージカルと書いてあって、その程よい加減を楽しみながら探りました。それまで内容的にもしんどいところが続いていたので、ちょっと明るくなりたい欲求が高まって、ガラリと変えていいかなと。三部作の中で一番の都会である大阪、60年代の上り坂でエネルギッシュな時代、そこに飛び込んだ少女をミュージカル仕立てで描こうという思いでした。岡山と比べたら大阪猛烈に都会で、この喧騒の中で一人で生き抜いていくヒロインの物語にふさわしい熱量をどう出せばいいか、試行錯誤しました。いや、僕はかなりシュールでぶっ飛びすぎてんなと思ったんですよね。全然繋がんなかったですけどね。深津さんの印象はいかがですか？堀之内さん、深津さんはものづくりに真摯に全神経、エネルギー、時間を使って向き合ってくださる方です。真面目なシーンを真面目にやってくれるだけでなく、楽しいシーンもより楽しくするために真面目に向き合ってくれる、まさにエンターテイナーだと感じました。ただね、深津さんは上手いなと思って見てますよ。めちゃくちゃやっぱり深津ちゃんって上手いなって感じます。まあ見た目がまず綺麗っていうのはもちろんのことなんですけど、岡山弁がね、すごいうまい感じなんですよね。なんか今日ちょっと寝ぼけながらだったんですけど、小田切丈さん出てきませんでしたっけ？小田切丈さん確か岡山じゃないかな、あの人。やっぱ岡山ですよね。小田切丈さんは岡山だなと思ってたんですよ。となると、安子編での岡山出身は河本さんでしょ？じゃあ今回の類編では岡山代表として小田切丈さん、必ずあれですかね、広い一つ一つに岡山の出身の俳優さんを入れるっていうなんか決まり事があるんですかね。3人目は誰のあれがあるんですか？あ、ちょっと小田切丈、そう、ちょっとシュールな出方がしたんですけど、小田切丈演じる男が今日ね、カムカムエヴァで、その正体は一体何なのか、ネタバレ含め。今日ね、クリーニング店に小田切丈が演じる男、オープニングのクレジットで小田切丈の役名が宇宙人と謎を呼ぶ表記だったため、ネット上では、あの宇宙人はあの少年、大阪編は岡山編とのつながりが見え隠れするのかな。小田切さんは大きくなった吉右衛門かマスターのところにいた戦争孤児なのかな。ああ、はい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 。そこ？ああ、マスターのところにいたあの孤児。ああ、だから、安子がね、ロバートのに呼ばれて行って、外国人のね、アメリカ人が集まってるね、ところのパーティーでね、世良公則さんが、ルイ・アームストロングの曲歌った。その時に出てたちっちゃい子供がいたんです。あれってこと？まさかあの時代の、あの時の子供やねと、一代目のヒロイン、安子の時代に登場した人物が関わってくるという予想が多かった。さあ、そこで繋がるか。
また安川にサンタが行方をくれましたのも大阪だったため、サンタが出てくるのかな。あー、なるほど。うん、深読みすればするほどなんかつながりそうなところもありますよね。わかりました。そんな感じです。ではでは。